ではでは、作戦開始しますか。え、ああ、では世界救出作戦開始。あ、ツインエスや召喚士たちへの連絡は任せてくださいな。よっしゃ、始めようぜ姉ちゃん。うん。オルテマゲートか。何をするつもりだ。おい。ん？何のつもりだ。はっ！あっ！もらった！セイバー殿か。どうやってここまで来たかわからぬが、一体何のつもりだ。オルテマゲートへ向かえ。セイバー殿が何かをしているようだ。今さら何をするつもりだというのか。止められませんでしたね。私たちの目的はクリエイターの魂の解放よ。アルテマゲートはあの二人に任せましょう。はい。まだまだ時間かかりそうだな。全部のマシンを一度に逆召喚するんだから仕方ないと思う。まあな。なんだそれは。まさか。やめろ父さん。貴様、この体の主を思い出したのか。邪魔をするな。ごめん父さん、いつもいつも言うこと聞かないで反発ばっかするバカの息子で。でもバカだから、バカだから最後まで父さんの邪魔をする。ごめんなさい母さん。私ね、母さんみたいになりたかったんだ。ミラージュから世界中の人を守って、みんなから感謝されて。でもいつも忙しくて大変そうだったでしょ。だから私、ラーンとミラージュを集めたの。私が少しでも母さんの代わりをしようって。でもそのせいで母さんの力は弱まって、世界の均衡も崩れていって。でもそれでも私が強くなれば、母さんみたいになれば、母さんはきっとゆっくりできて幸せになるんだって思って。バカだったよね。でもね、私まだまだバカみたい。バカのまんまだから母さんと戦う。
よくやったな。父さん。父さん。俺。ごめん。俺。最後まで。父さんは俺が謝るのは私の方だ。すまないな、ラン。え？私はお前たちを守れなかった。あの時に何もできずに死んでしまった。これはこの体に残っていた魂の残滓だから、何も気にすることはない。気にするに決まってるだろう。ラン、そっか。なんだよ父さん、ちょっと嬉しいぞ。何が？いつの間にか、そうやって人のために泣いて戦っていろんなものに立ち向かえるようになってたんだな。その心忘れるなよ。悲しい顔をしてると幸せがどんどん逃げちゃうよ。だから笑って。Ah!
り初めの状態とはいえ、あの二人を退けたか。すまない、止めきれなかった。私たちが止める。ああ、変身に気をつけろ。よっしゃー、勝った。違う、まだ。我は長い時の中初めて A 世界に実を持つことができた。それはこの世界に我のルールを持ち込むことができるということだ。ゆえに必勝の存在となれるのだ。A 世界を守るセイバーですら無意味。さあどうする。どう限界は超える。我が世界のルール、どう覆すのだ。逆召喚は？もうすぐ、あと少しなの。これで終わりか？檻の中に檻を、そうやって幾重にも重ねることをイメージしろ。父さん、霊はラーンの力が外に溢れすぎないように抑えてね。
母さん？大丈夫。あなたたちの手は必ず幸せを作れるから。行くぞ、姉ちゃん。それ、この世界で役に立ててくれ。他のガーデンジェムはセラフィーからもらってね。どういうこと？混沌をもたらす兄弟はもうこの世界から消えないと。違う、それは。気にするなよ、アウィン姉さん。俺らが消えればこのゲートもなくなって、もうこんな連中がこの世界にちょっかい出すこともなくなる。でも、あなたたちは。ああ、悲しい顔禁止。幸せが逃げちまうからな。タマ、アウィン姉
よろしくね。ここまでいろいろありがとう。よいしょっと。アウィン姉さん、みんな、いろいろ迷惑かけてごめんね。さよなら。みんな、元気でな。また会おうぜ。いろんなものを巻き込んで最後は全部吹き飛ばしていきましたね。ほんと台風みたいな二人だったわ。俺もあの二人に負けないようにもっともっと元気にいくっす。あなたそれ以上元気になってどうすんのよ。まあ何にしてもあの二人は大丈夫そうよね。え、二人一緒だから心配の必要はなさそうです。さて俺たちにはこの世界の後始末が残っているな。やることは山積みだ。また会おう。二人ともお疲れ様。ありがとう。大地をかけて旅立ちの鼓動を鳴らし、笑顔の魔法をかけるよ。どんな闇も消し去るように、喜びも悲しみも全部分かち合い、共に手を取って進もう。今瞬間にもっともっと
れてすまなかった。打ち切れますわよ。はてなはてな、ママです。ちゃんと考えさえすればわかると思うのだがな。お前なんかどりゃしてやれ。人の話を聞け。ママです。あの二人の代わり、私やってみます。それでどうする、どうする。やめてくれ。0点なのです。ないわ。お前たち会話しているようで全くしてないの。いいタイミングだったな。よかったって。お前らいい加減本題に入れ。お疲れ様。パパパパパ、ありがとう。愛しさも切なさも全部抱きしめて、心強く生きてゆこう。今動き出す時間の中で紡いでくこの物語。
あ、そうそう、ご褒美忘れてたわ。あんな風に別れたのにすぐに戻ったみたいで格好悪くね。まあいいんじゃないの、まだまだこの世界遊び足りないしね。